祭りだ祭りだわっしょい。おお、いいですね。本日さあ、そして今回は夏企画ということで、夏らしく熱い言動したメンバーには土田からポイントが。例えばね、じゃあ松田さあとかで夏、さで夏っぽい、さで夏っぽい、さで夏っぽい発言、最高夏わあ、目隠した池本、池本、池本って誰池本を見ながら池本が出てきちゃったな。これはひどい話です。知り合いに池本なんて一人もいないのサンシャイン池崎はいますけど、池崎いますけどね。さあさあ、そしてこちらがさくらちゃんだ。せーの、どっちかな。おー、かわいい、かわいい、選べない。早速本日の企画発表いたします。本日の企画はさあ、そして最後問題、これあれですね、澤部はどっち、はい、B はだから岡部なんですけども、はい、これ岡部さん、このためにわざわざ写真を撮ってね、へー、送ってくれたんですね。ありがとうございます。ということで全問正解は大園松田優子会長。イエーイ。松田さんマイナス1です。マイナスです、はい、マイナスです。途中まで良かった。ネプチューンさんの前とかでもできますか。あなた、ちょっとできない。できる範囲のものでね、ちゃんと。早速発表していきましょう。まずは大関。大関さん、いけるね。はい、大関発表の方。お前やっぱ7年で成長したな。本番始まるまで半紙横に置いてあったんだよね。そうなの、それを直前で椅子の下に入れてくださいって言われたから。動きはやっぱり尾関にね。いや、さすが、ちょっともう尾関にはこれです。あ、素晴らしい、素晴らしい。さあ、じゃあ続いてまいりましょう、はい、続いて小林、小林。この尾関の椅子こきをきっかけに他のメンバーも巻き込んだコケゲー大会へ。ネクスト松田。松田の格言お願いします。お願いします。楽しみ。大丈夫、大丈夫、取れるか。前回り受け身。松田さん、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 ご自身でも分かってると思いますけど、まあカットです。帰りたいですか。帰りたいときは早く歩いたほうが。確かに、こういうときはまさにそうだわ。そうです、うん、早く歩いて帰った、早く歩いて帰ったほうが今日は。田村が引いてた、ちょっともう気合い入れてくるだろうなと思ってたら、うんうん、一番やばかった。確かに8人目はきつい。よく頑張りました。格言で取り返そう。これどうしよう。どうする、発表する。帰る、帰りたい、ね、だったら倍早く歩けば。倍早く喋ってちょっと。そうだ、そうだ、倍早く喋ればいいんだから。どんどん早くなるから、どんどん、はい、さあ、それでは松田さんから、はい、お願いします。はい、私が人生で学んだ教訓はこれです。早い、早い、早い、喋り。トイレットペーパー。やったやった。ちょっとベタだけど勉強になりますよ。2段階でありますよね。2段階で。さすがですね、松田さん。さっきの話しなと思ったら、もう一回取り返しに来てるよね。ね。あえての言ったら、じゃあさっきのあえて滑ってたみたいな。そう、それもあるかもしれない。あるかもしれない。ここまでセットなのかもしれない。素晴らしいですね。恥ずかしい。あ、もうどうしよう。出す、どうする。もういいですよ。さらっと呼びますね。あの、トイレットペーパーはあのシングルに限る。ほら、素晴らしい、3段階で。いいじゃん、いいじゃん。こんだけごちゃごちゃやっといて。トイレットペーパーの話、なんで終盤でこれ出てきたんだろう。終わるよ、おやすみ、寝るんだよ、ちゃんと、わかった。またね、またね、またね。